ザッピーです、ちょっと短いトピックを一つ至急やりたいなと思ったんですけれども、ポール・マッカートニーがですね、4月11日かな、ジミー・バフェットっていう人の、トリビュートコンサートに出たんですよね、ハリウッドボールで行われたようなんですけれども、でその出演した時にレッド・イット・ビーを演奏したんですよね。個人的には素晴らしいなと思ってしまったので今日はやりたいんですね。少しただ単なる感想文です。はい、下の方にリンクは貼っておきます。で、このレッド・イット・ビーの時ですね、一緒にオンステージで演奏およびね歌ってくれたのがイーグルスのメンバーなんですよね。なんかね、久しぶりにね、いいレッド・イット・ビーを聴けたかなっていう感じですね。まあもちろんね、ビートルズのメンバーで聴かせてもらうのが最高なんですけれども、それが叶わない今となっては、まあ、いい演奏だったんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。まずですね、イーグルスは当たり前ですけど、本当にコーラスがうまいですよね。で、そのコーラスの、溶け込み具合っていうんですかね、この曲にとてもよく合っていて、素晴らしいなと思いました。ドラムで普通はね演奏しているドン・ヘンリーなんですけれども、僕が間違いじゃなければ、なんかドン・ヘンリーがねギター弾いてコーラスやってるように見えるんですけどね、僕が間違ってるかもしれないですけれども、そんな風な気がします。まあイーグルス自体はもうね多くのメンバーが脱退したりもしくは亡くなったりしてるので、まあ、残ってるメンバー少ないんですけれども、それでもいいマッチングだなと思いましたね。でもう一つのねいいマッチングだなと思ったのが、ジョー・ボルシュだと思うんですけれども、リードギターでいるわけですね。でそのジョー・ボルシュがですね、おそらくこれテレキャスターに見えるんですけれども、違うかもしれません。似たようなモデル結構あるのでね、まあテレキャスター風の、オールドーズ風のギターを弾いてるんですよ。まあいかにもジョージ・ハリスンへのトリビュートじゃないかなと思った瞬間にレッド・イット・ビーの感想を弾き始まるわけなんですけれども、そうするとレッド・イット・ビーのですねシングル版のリードギターを結構忠実に再現してるんですよ。全く同じではないですよ。だけどこれは明らかにジョージ・ハリスンの弾き方でビートルズのレコードそのままを割とセンスよく再現してるんですよね。嬉しくなりましてね、まあ、もちろんジョー・ウォルシュは全く違う自分のギタースタイルってのを持ってるんですけれども、これはビートルズでありジョージ・ハリスンへのトリビュートそのものですね。ジミー・バフェットへのトリビュートであるわけなんですけれども、同時にそういう風に感じたわけなんですよね。素晴らしいなと思いました。まあそれからポール・マッカートニーはですね、リンクを貼ったビデオで見ると最初のうちこうね、マイクに向かって話したりしてるんですけれども、あれと思ったのは、あれポール太ったんじゃないかなと思ったんですよね。実際太ってる感じを受けますね。喉のあたりがちょっとたるんできていて、でもそれがむしろ、まあ、若干のこう貫禄というかな、そういうスタイリッシュなポールのイメージとは若干違うんですけれども、むしろねいいなと思いました。いい年を取り方をしてるんじゃないかなと思いましたね。声はどうしても枯れていてですね、本当に年を取ってしまったポール・マッカートニーの声なんですけれども、だけどなんだろうな、その真剣に自分の好きな自分の曲を歌うポール・マッカートニーがですね、あ、美しい人生だなと思ってしまいましたね。全く本当美しき人生ですね。やっぱり名曲を持っていくらでも名曲あるのに、こうやってレッド・イット・ビーをね、常にこう歌い続けられるポールっていうのが素晴らしいなと思いましたね。それ以外にもピアノがですねとても美しいです。音がもちろんねこれはレコーディングのパターン技術にもよるんですけれども、まあ、今回の録音はピアノがとても綺麗で、弾いてる音もねこう粒立ちが良くてよくわかるんですね。割とねポール・マッカートニーっていうかビートルズとイーグルスっていうのは時代も違うしね、生きた世代も違うし接点がなさそうにも見えるんですけれども、だけどまあイーグルスのメンバーのねほとんどがビートルズファンですよね。まあここに登場しているドン・ヘンリーもそれから、ジョー・ボルシュもですね、
おそらくティモシー・B・シュミットっていう ベースプレイヤーもですね、まあ、ビートルズファンでは間違いなくあると思いますね。最初の2人は間違いなくビートルズファンですけどね、まあ、巨大なビートルズファンですけれども、なのでみんな喜んだんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ビートルズは世界で一番ねレコードを売ったアーティストと言われているわけですけれども、あの記憶が正しければ数年前の統計では、アメリカでですね一番売れたアーティストはビートルズなんですけれども、その次がロックではイーグルスだったはずですね。この2つのバンドっていうのはやはりね多くの人たちの心を捉えていたわけですよね。だから、こういうマッチングっていうのは当たり前に、気持ちがいいなっていうところもあるのかもしれないですね。やっぱりみんな人々が求める音っていうのがあって、それを再現したバンドだからこそやっぱりたくさん売れるわけですよね。でそのバンドが同じステージでやって違和感はないですね。やっぱね素晴らしいライブだったです。それから最後にヤマハのピアノを使っていてくれたことがなんか嬉しいですねヤマハっていうのはね、どっちかっていうとアメリカヨーロッパのミュージシャンには、まあ、60年代とか70年代頃はあまりねこう使われてなかったような記憶があるんですけれども、まあ、だんだんヤマハのねピアノの存在感が、世界にねこう知れ渡っていって、今となってはあの世界のねミュージシャンによく使われるピアノであるところまで来ましたよね。まあ前にもねポール・マッカートニーは何度もヤマハ弾いてるでしょうけれども、こうやって改めてねポール・マッカートニーがヤマハを弾いてる姿を見ると、やっぱり時代の流れを僕はね感じてしまいます。まあレッド・イット・ビー映画の中でのピアノもすごいかっこよかったですよねというふうに思います。はい、失礼します。